まずは B 動詞の特徴から見ていきましょうまず B 動詞っていうのは行動を表現しない動詞そして変換をする単語こんなようなイメージがありますどういうことかっていうと例えば一般動詞通常の動詞っていうのは行動を表現します例えば食べるとか飲むとか行くこれが一般動詞になりますただし B 動詞っていうのはどういう感じかっていうといるとかなるとかあるこんなような意味になりますで B 動詞の一番の手強いところは主語によって 使う単語が異なりますのでそこをしっかり身につけないといけませんそれでは一緒に例文を使って学習してみましょうもう午後6時です It○○6pm6pm は午後6時もうまるですって言った時は It is already を使いますまたは省略して It's already でも OK です already って言うともうまたはもうすでにという意味があります It's already 6 p.m. Already 6 PM. 彼女はあなたを探していましたよ。she○○for you.for you っていうとあなたのために。で、今回はあなたをという意味になります。探していましたって言った時は she was looking for を使います。looking for っていうと探している。she was looking for you. She was looking for you. 彼らは昨日ここにいました。t h e y まる yesterday.Yesterday は昨日。彼らはここにいましたって言った時は They were here を使います。They were というと彼らまたは彼女らはまるいました。Here はここ。They were here yesterday.They were here yesterday. 私は車にひかれそうになりました。I was almost 〇〇。I was almost というと、私は〇〇そうになりましたという意味になります。車にひかれるっていうのは、hit by a car を使います。almost というと、ほとんどとか〇〇そうに。hit by a car というと、車にひかれる。I was almost hit by a car. I was almost hit by a car. So, let's start the lesson. Mo午後6時です. It's already 6 pm. It's already 6 pm 彼女はあなたを探していましたよ。She was looking for you she was looking for you. they were here yesterday. they were here yesterday. i was almost hit by a car. i was almost hit by a car. 今回もこれで以上となります今回のレッスン気に入っていただいた方は是非いいねボタンをお願いいたしますまだチャンネル登録してない方は是非チャンネル登録もお願いいたしますそれではあれアス